おっす、セブです。本日はですね、本田悦郎元スイス大使をお迎えして YouTube を撮っております。本田さん、お疲れ様です。よろしくお願いいたします。いや、3年にわたるスイス大使の、はい、お仕事お疲れ様でございました。どうも、楽しかったですけどね日本に帰られて何ヶ月ぐらいなんです？そうですね、1年ちょっとですね。去年の4月に帰りましたので、1年と6ヶ月、はい、1年半ですね。もう早いもんですね。でもね、最近ずっとコロナで外出もできなくてね、そういう意味ではちょっと残念ですけどももう1年半経ったんですね。本田先生といえばですね、安倍政権の特に前半の方のブレーンだった、はい、わけですけれども、はい、どうですかね。なんかもう、しっちゃかめっちゃかこういろいろやってはいるんだけれども、消費税を 200% 上げたり、まあ、ちょっとこの規制改革の方、第二のやったやつも獣医学部作るだけでなんかこう大騒ぎだったじゃないですか。なんかあんまり規制改革も進まなかった印象なんですけど、その辺どうなんでしょう。アベノミクスの基本哲学っていうか、はい、まずその実現したいという目標はデフレからの脱却なんですね、はい、これはもう安倍総理自ら、はい、ちょうど第一次安倍内閣が終了した後ですね、はい、ご自分で勉強され、同時に議員連盟を組織されて、その増税によらずして東日本大震災から復興する会の会長までやられて、まあ事務局長は山本幸三先生で、やはりリフレ派の代表選手なんですけど、総理は本当によく勉強されて、でまあこの会合にもね、いらっしゃった岩田菊夫元日銀副総裁もう何回も呼ばれて講演されて、実はその時はまだ私ロンドンにいたんですよ。だから安倍総理がそんなに熱心に勉強されているっていうことは私自身知らなかったんですね。それで実は2012年の3月末に財務省を退職したんですけど、安倍総理とはもう随分私の20代中頃から存じ上げてまして、まあそういう意味では30年以上の長いお付き合いなんですけども、ご挨拶に伺ったんですね。財務省を辞めますと大変お世話になりましたと。ところで、私は今こういう講演活動をしてますということで、やっぱりデフレ脱却戦略をですね、ずっとまあいわば全国行脚しながらお話ししてたんですね。まあもちろん当時現職の公務員でしたので謝礼は一切受け取れなかったんですけどまあそういうことで非常に反響といいますか反応も良くて、そういう話をですね安倍総理にしたんですよ。でまあパワーポイントを20枚か30枚ぐらいのパワーポイントを使って15分ぐらい時間いただければいいかなと思ったら、なんと45分ぐらいですね時間を取って、丁寧にこれはどういう意味、これはどういう意味と質問していただいたんですね。でその反応に私自身がびっくりして、これは総理真剣に考えていらっしゃるなということで、でまだ第2次安倍内閣を作る、つまり総裁選に出るかどうかご決断される前だったんですね。なるほど。で安倍さん自身もまあ迷っておられたという、結構まだちょっと時期尚早じゃないかというおっしゃる方もありまして、で安倍さんも迷っていらっしゃったんですけど、安倍さんぜひね総理になってこれ実現してくださいと、これそのままほっといたら日本って間違いなく衰弱しますよと、衰退しますよと、まあもしかしたらこれが最後のチャンスかもしれませんという話をして、で安倍さんも真剣に考えていただいて総裁選に出馬されて、で、まあ、同じ年の12月の解散総選挙に見事に勝利を収められて、その時にもう安倍さんが自分のお考えを、アベノミクスの基本のリフレ派の お考え方を講演されるだけで株価がどんどん上がっていった、ね、あれはね本当すごいですね。あれはねもう夢のような時間でしたね、で私当時まだ静岡県立大学で教えてましたんで、まあ新幹線通勤したんですねそしたら携帯電話が鳴ったのでパッと見ると「お安倍晋三」ってそしたらどうしたのかなと思ってびっくりして電話を取ったら「いや本田君すごいことが起こってるな」と私が講演したら株価がどんどん上がってるよと、それはね、いや総理その通りなんですよと、国民はそれを期待してたんですと、この20年間期待したことがやっと今起こりつつあるんですか。もうあの時はね、もう僕もなんかこうなあ、もう全部いろいろ良くなるっていう期待感でね、ワクワクしましたね。そうですよね。まあ1年で終わりましたけど、まあ本当にね、2013年日銀総裁新しい総裁を迎えして、まあ、新議員もね、お迎えして、
で、まあ、財務省もね、うん、最初は理解やったんですよ。あ、そう。で10兆円ぐらいの、ね、補正予算もやってくれましたし、これ財政金融両方同時にやらないとダメなんでね、うん、あのいけるかなと思って、はい、まあ、2013年自身は確かに実績残したんです、うん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 、だけどやっぱり消費税は乗り越えられなかったですね。政治の壁っていうかね、安倍さんも、うん、理屈は分かってたんですよ。うん、あのデフレ脱却の途中経過でね、はい、増税しちゃいけないと、まあ、特に消費税はものすごく通税感が高いんですね、うん、要するにお買い物するたんびに罰金取られるのと同じことですからねそれはそうです。それはもうやめとこうかになりますよね、うん、まあ、所得税とか法人税は儲けた後で、はい、あの払えばいいと、うん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 、あるいは源泉徴収なんであんまり気がつかない時にもう税を払ってるんですよね、うん、はいはい、ところが消費税だけは目の前で、そう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 、そう 5% あるいは 10% 常に払い続けてるんです、うん、そうですね。これは影響大きいんですよ。金を使うことに対する罰金ですからね、そうなんですね。だけどやっぱりまあ自民党の中でもね、自民党伝統的な、うーん、まあ、あの野党の方が何と言おうとというとまあ失礼ですけど、うん、はいはいはい、自民党多数取ってますのでいいんですけど、うん、自民党の中の方に反対されると、うん、まあ、確かに厳しいところがありますよね。ちなみに強固に言ってたのは誰なんですか。ここだけ、ここだけ、ここだけ、ここだけ。財務省の OB の先生ですねオフレコですね。もう大体分かると思いますけど、はい、ありがとうございます、はい。逆にこう消費税下げなくてたまんないんですけど、私なんていうのはどうなんでしょう、どうやったら下げれるんですかね。政治的にはほとんど今の状況ではまあ厳しいですね、ですね、うん、まあ一時的に、あの、まあ一時的といってもまあ半年じゃ弱いんでね、まあ例えば2年ぐらい 5% 下げてくると触れるとだいぶ違うんですけど、それでも非常に抵抗が大きい、まあつまりあの上げるのにこんなに苦労したんだから下げるとまた大変な苦労しないといけないものすごくね情緒的って情緒的何やぶしの世界なんですよね、何やぶしで政治されたら困るんですけど、国民のためを持ってくださいと言いたくなりますよね。あの私この前渡辺芳美先生に、うん、はい、あのお会いしてきたんですけど、はい、渡辺芳美先生が、うん、あの消費税減税って言ってる政治家何人ぐらいいるんですか、大丈夫嫁とくんいるよ、僕を含めて10人ぐらいはいるって言ってくださっていや実はもっとたくさんいますよ。あ、そうですか。例えば、うん、あの衆議院でもね、はい、木内稔先生、あ、それから安藤博先生、うん、以下あの、うん、学習グループ勉強会グループだけでも30人ぐらいいますよ。それから青山茂先生、まああの人はちょっとまた、うん、まあちょっと参議院ででもあの勉強会のグループも出してるんですよ、総理に消費税減税を提案してるんですね、うん、でその消費税についてはあの2つのグループが合体してるんです、はいはい、そうすると結構な数50人ぐらいにはなりますよね。うーん、だからまあ若い先生が多いんでね、当選回数の割と少ない先生が多いので、まあ、そういうことですね、やっぱり重鎮が力あるんですよね。そういうことですね。特に税調の先生ですね、もう誰か分かると思いますけど自民党税調の先生は力あります。それは面倒くさいですね、だからあの財務省といえばですね、うん、まあ消費税増税って言ってる役所っていうイメージしかないんですけれどもですね、うん、割と先生がおられて53年組ってね、うんうんうん、なんかちょっと僕の印象では、うん、政子さん、うん、あの特例公裁法案の政子さんとか、はい、うんうん、古谷君ね、公取の委員長になりましたね、ですです、あの、増税しても税収増えませんよって言ってた人ですね、うんうん、まともな人もおられたのにと思いますね、私もね。なんでああなっちゃったんです。いや、やっぱ組織の論理と組織の論理、うん、組織の論理っていうのはなかなかいかんともしがたいっていうかね、まあ、組織の論理というよりもね、まあ、正直な話、うん、はい、OB の論理ですよ。OB が現役をきちんと見てるんです。この人はこういう発言をしたって見てて、うんうん、でやっぱりそれがいろんなところに影響を与えてるような気がします。辞めたおっさんたちが、まあ、特に典型的なのは辞めて国会議員になった人、あ、これは一番力ありますけど、辞めて、まあ、別の、ね、世界で活躍されてることいっぱいいますからね。あ、その方たちのやっぱり力が強くて、現役としてはやっぱりこういう消費税をどうするかっていうのは、うん、財務省のものすごいこうなんて言いますか、重点政策というか、うん、私もねもう何十年昭和53年に、ね、はい、財務省に入りましたけど、はいはいはい、あれからずっと言われてるのが直感比率見直しです。まあ言われましたけど、今最近なんかそのことミリも言われなくなりましたよね。でも心の中で思ってるんですよね。あ、そうなんです。つまり直接税と間接税の比率を
ほとんどイーブンにしようと、まあ、あの戦後ね、シャーブ勧告によって直接税中心主義だったんですね、うん、所得税法人税中心主義、うんうんうん、ところがそれだと景気の波に左右されるんですよね。いいんじゃないですか。いや、いいんですよ、いいんですよ、おっしゃる通り、そうなんです、自動安定化機能がついてるんで、スタビライザーがついてるので、そうそうそう、本来そうあるべきなんですけど、財務省からすると都合悪いんですよ、予算が立てにくいんですだから景気が良くても悪くても大体同じような税収が入ってくる項目、消費税なんですよ。もうそれは景気にはマイナスなんですよちょっと頭が痛くなってくる話ですね、はい、情緒的で、はい、まあ、人が死のうと何しようが金が入ってくるのが良くて、ほんで辞めたおっさんたちが偉い威張ってると、いうのがその財務省なんですか。うん、まあ、あの全てに当てはまるとは限りませんけども、そういうそういう感じはやっぱり感じますね、私にね、うん、だからやっぱり例えばね、はい、東日本大震災で、うん、あれだけの復興需要がある時に、はい、増税で賄うっていう発想は普通ないでしょ。あれは本当にね、信じられない、うん、ですよ ね、 ね、だからあの財務省だけじゃなくてね、はい、日本の一流の東大あるいはを含めた、はい、経済学者が、うんうんうん、署名活動して増税してくれと、復興増税で賄おうという運動をしたんですよね、はい、でその一つの大きな勢力が日本学術会議だったんですよ。今問題になってる日本学術会議だからやっぱりね、財務省だけではなくて、うん、日本全体にそういうなんていうんですかね、うん、できるだけ借金を少なくしてね、うん、あの借金を負わないで、うん、税収で賄って将来の負担をかけたくないと、そういう発想に偏る人が多いような気がしますね。これはあのもしかしたらね、二宮尊徳金次郎の精神でね、借金はしないと、で借金をしたらできるだけ早く返すと、小さい頃からの教育が染みついちゃってるんじゃないですかね、まあ、なんか学歴あれど学識なしっていう人が多いですね、うんうん、不思議ですよね、うん、もうちょっと財務省の人事にちょっと伺ってはい、はい、よろしいでしょうか、あの2年時間ってあるじゃないですか、同じ人が2年やる、そう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 、あそれよくありますよ、勝とか、あ勝さんね、勝さんとか、うん、先輩ですよね、はいはい、あの岡本茂明さんとか、はいはいはい、あと木下康あの人は1年で辞めたけど、でしょ、うん、同期で3人やりましたからね、同期3人やりやがったの、ようやるわと思ったんですけど、うん、あれ何なんですか。あれはまあ人事の巡り合わせっていうかね、巡り合わせ、例えばあの木下君の場合は私の1年後輩54年組ですけど、あの年次は非常に優秀な人が集まってるっていうねことで、まあ、若い時から有名だったですよ。あそう、まあ、時間になれなかったけども、うん、他にも優秀な人が結構目白押しで、で、まあ、田中和夫君は総理秘書官やられましたしね、うん、あいやぜひ時間をやってほしいっていうか、うん、やらせたいという先輩から見て、うん、人が多かったんでしょうね。いや素晴らしい人材がたくさんいると日本には、うんうん、でなんで消費税増税したんですかねやっぱりね、そうそう、あのもう方向が違うんですよね。だから消費税は増税すべきだという論理を構築させたら完璧の論理作りますよ。だから結論はどっちでも作れるんですよ。消費税増税ダメだっていうペーパー書けって言ったら完璧のペーパー書けますよ。だから頭いいんですよ、ね、論理的な力はあるんです。でも大きな大局観というかね、日本はどっちに進むんだと、日本が抱えている一番大きな問題は何なんだというところの大局観はやっぱり役人では限界があるっていうかね、これは政治家が本当はあの方針を決めてほしいんですよ。こっち行けと決めるのは本当は政治家なんですよね、まあ、その旗頭が安倍晋三だったんですけどね、うん、そうなんですよね、寂しいですね、ちょっと残念ですね、残念ですね、うん、割と正論語る人って干されるじゃないですか、もちろんごめんなさいね、うん、ごめんなさいねごめんなさいねいやいやあの、はい、いいですよ、あの、文化なのか、はい、何なのか、うんうん、しかもね、うん、あの人たちね、うん、この自分の天下り先とかもどんどん細りながら、うん、なんかやってるじゃないですか、うん、なんか退職金まで減らされて、うんうん、それでも財政再建とか言ってるじゃないですか、うん、あれ何なんですか。やっぱり奥の奥のところは私も分かりませんけど、うん、あのやっぱり論理としては、論理としては気持ちとしてはね、うん、彼らなりに国のことを考えてるんですよ本当にだそうですで例えばね、私が旧大蔵省に入った時も、うんうん、出世してやろうとかね、うん、いい天下り先に行きたいと、そんなことをね、うん、考えてる人は本当にいないと思いますよ。すごいな。でもやっぱり組織の中でね、うん、20年30年いるうちに、うん、そういう動機づけができちゃうの。
ですよね。でそういうふうに持っていくんですよ、組織自体が。だから例えば同期、まあ私は53年ですけど、うん、同期はみんなすごく仲いいんです。なんで同期は仲いいかというと、必ず誰かが一人しか時間に普通はならないんですね、うん、まあ、3人になった気もいますけど。だからその時に他の人が不満を持たないように、同期の間で人事の方針というかね、あの評価で、この人はこの53年組の時間候補との筆頭と、もちろん一人に絞り込むことはもうずっと後ですけど、あのそういう雰囲気が出てきますよ、ね、だからみんな分かるんですよ、あの自分はこの木で大体どれぐらいの位置づけかなというのが、あのだんだん分かってきますよね。男子の本会が読まれてるらしいですね、うん、あ井上淳之助っていう、まあ、日本を滅ぼす原因になった、うん、あの昭和恐慌でしたっけ、うん、を作ったおっさんなんですけれども、浜口おさちと井上淳之助ね、まさにデイビッド・アトキンソンの世界ですよ。生産主義ではないかと。とりあえず日本を滅ぼしてでも、うん、金本位制に戻すもん、そうそうそう、まあ、この辺にちょっと金本位制の話は出てると思います、うん、やった人ですね、あれなんで、うん、いよかったって言われてるんですか、財務省。やっぱり財務省で読まれてるんですか。はい、なんか教科書みたいになってるらしいですよ。ああそうですか。政策としては全く間違ってるんで、うん、まあ、確かに信念を貫いたっていう意味でね、浜口おさち井上淳之助偉かったかもしれないけど、日本を奈落の底に突き落とした人があの二人なんでね、やっぱしそれを抵抗したって、うん、あくまでも日本経済を良くすることが先決だと言ったのは高橋是清なんですよ、うん、で彼が金本位制をあの解除して、うん、金と通貨のリンクを外して自由に通貨を発行できるようにして、うん、あの国債を発行したのを日銀が直接引き受けできるようにしたのが、うん、まさに高橋是清で、それでレジームチェンジが起こったんですね、うん、デフレレジームからインフレレジームに転換した、うん、なるほど。それでみんなのマインドが変わって、まあ、それでも10年近くかかりましたけどね、うん、それでもデフレが脱却できたんですよね、まあ、そのうちに戦争、残念ながら戦争に入っていっちゃったので、うん、あの最終的な形はなかなか見えなくなってしまったんですけど、うん、いずれにしても高橋是清の努力のおかげでデフレは一回脱却してるんですよ。なるほど。やっぱりこの役人じゃなくて、うんうん、政治家の決断が大事ってことですか、ね、そういうことですね。ただ政治家もエコノミストとは限らないので、うん、いろんな選択肢を提供するのは役人の仕事です。なるほど。こういう選択肢があります、だけどこういうリスクがあります、こうなってしまうかもしれません、うん、それをきちんと整理して政治家に説明するのは役人の仕事です。でそれの中から選ぶのが政治家の仕事。そうそう。ってことはやっぱり政治家が勉強しないといけないってことですね。そうそうそう、その通り。その勉強できてる政治家って何パーセント出てるんですか。数えたわけじゃないですけど、はい、まあそれなりのね経済観は皆さん持っていらっしゃると思いますが、渡辺芳美さん曰く10人はいるって言ってましたよ、うん、いやいらっしゃると思いますよ、うん、ただね、うん、難しいところは、はい、政治家の方はやっぱり企業経営者と議論することが多いんですよ、うん、で企業の経営者は基本的には経営、企業経営、企業の収益を上げるためにはどうしたらいいかと、はははこれはミクロ経済の世界、ミクロなんですね、はい、だけど今回のようなデフレをどうするか、失業率をどうするか、うん、物価をどうするか、うん、これはマクロ経済、マクロなんですね、だからミクロの積み重ねがマクロにはいかないんです。それはそうです。これは合成の誤謬っていうんですね、うん、だからマクロ経済をしっかり勉強している人っていうのは、うん、あんまりいらっしゃらないかも、残念ながら。安倍さんだから非常に稀有な方です。安倍さんあれ作ったじゃないですか、うん、NSC、うんうん、NSC、うん、で経済班の方もおられますよね。ああ作ったですね安倍さん、はいはい、あれもなんかこう良いのかなって思ったんですけど、うん、どうなんですか。いや実は私あんまりよく知らないんですよ。スイスにいた時に多分作られて、うん、で今どういう人がどこでどういう責任を持っていらっしゃるのかっていうのは知らないのですいませんちょっとコメントしようがないってことは NSC の経済班も財務省です。なりましたね。経産省もいるんでしょ。でも、うん、経産省がメインですね、うん、安倍さんの時は。そうですね、うん、でも少なくともあれはマクロじゃないですね。やっぱりあれミクロですね。特に安全保障との関係で、うん、経済対策をやるということで、まあ、例えば、うん、マネーロンダリングとか、うん、テロ資金の、はいはい、あれとか、うん、いろんな対策をね、脱税とか、うん、まあ、いろんなね、ソフトウェアの、うんうんうん、ね、中国の関連する企業がいろいろソフトウェアを開発していろんな外国で売ってますけど、はい、うんうん、そういうものをきちんとモニターするとかそういうことをやっておられるんで、多分マクロ政策はやっておられないと思いますね。まあ、でもなんかこうそこら辺が疎いっていうのはちょっとあれですね、うんうん、
まあでも日銀の人事さえどうにかすればいいんでしょうけど、うん、それはなんか本田さん日銀の人事で総裁になるっていう噂がすごいあったんですよ僕の中で。そうなんですか。その辺はどうなんですか。いや私自身もスイスに行ってしまったので噂ではなんかスイスから呼び戻されるっていう話でしたけど、うん、いやそういう話は全然知らないですね。ただオフレコですか。日本から取材に来たりね、はい、電話取材を受けたり、はいはいはい、まあ、いろんなことがスイスでもう起こりましたけど、うんうんうん、でも私自身は直接どういう雰囲気だ日本でね、うんうんうん、どういう議論がされていたのかっていうのはあんまりよく知らなくて、ただまあ新聞が送られてきますからあのスイスまで、うんうん、はいはい、でなんか時々私の顔写真があったっていうのも知ってますけど、うん、ですよね、うん、でも落ち着くところに落ち着いたんでしょうねきっとね黒田さんね本当になかったんですか。な全然ないですよ。本当に全然ない、うん、いや本当そうです。本当に最後にですね、うん、まあ、暗い話が多かったんで、うん、これからバリバリ良くなりますぜみたいな、うん、ちょっと希望の持てる話をちょっと一言お願いできたらと思うんですけれども、うん、まあ、今回コロナの問題でね、はいはい、まあ、いろんな辛い状況になって、うん、だけどその中でいろんな工夫を皆さんしてるんですよね、はい、まあ、リモートワークもそうですけど、うん、リモートの診療も随分一般的になってきましたよね。それから、まあ、ワーケーションということで、うん、いろんな働きやすいところで働く、はい、うん、あるいは、まあ、ハンコもそうですけどできるだけ手続きは合理化しようということもそうだし、それが新しい動きにつながってくる可能性がね、あ、例えばまあ、私 の, その出身地は和歌山県ですけど、うん、まあ、鳥取県も同じだと思いますけどやっぱり若い人がね、うん、都会に出て行って、うん、その後帰ってこない、はい、ということが多いと思うんですよね、うん、ところが発想を転換して、うん、別に大都会に住まなくてもいいではないかと、はい、例えばミーティングをするのは週に1回か2回であれば、うん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 、地方に住んでその時に、まあ、飛行機の便が良ければ東京に行けばいいんですよね、はいはい、だからそういう新しい仕事の仕方が定着してくればですね、うん、むしろ、まあ、例えば逆に、うん、企業の本社を地方に移せるんですよね。やったぜ。だから地域のその距離、物理的な距離感というのがあんまり問題なくなってくるんじゃないかと、そういう発想が出てくれば地域活性化につながってくるし、うん、それをやっぱり地域活性化につなげるような、はい、行政もそれから地元の、うん、企業の経営者の方も、うん、そういう動きを地道に作っていけばいいんじゃないかなと分かりましたいう気がしますね。もうだ重工長大産業をね、うんうんうん、企業誘致をすると言っても限界あります、うん、なるほど。ですからやっぱりこれからはね、うん、本当に精密な IT 産業とか、うん、割と、まあ、軽いものですよね、はい、それから付加価値の大きいもの、うんうん、値段の高くできるもの、それをいかにして県内に作るそのノウハウを蓄積するかと。なるほど。つまり本店機能をね、うん、情報機能を県内に地方にいかに根付かせるかと。なるほど。単に工場だけではダメです。ノウハウを蓄積しないとダメです。そうするとどこにも行きようがないですから、そこに行かないとダメだという蓄積が大事。わかりました。とりあえずうちの会社もハンコをなくしますんで、どうぞよろしくお願いします。本田先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。専務でした。